PC が死にました。ワドツです。最悪だよ。うわー、パソコンで動画編集できなくなった。マジでやばい。これはマジでやばいよ。 PC 死んだね。 YouTube 活動ちょっとしばらくできないね。 YouTube とパソコン配信できない。最悪。最悪だわ。わかんない。何日かかるかわからん。ただ完全に内部だから工場に持ってかないといけないから3週間から2ヶ月ぐらいだろうな。うわマジだ。ソフトウェアとか全部入れてるからな。そしたらのりこが PC なくなっちゃうでしょ。まあいいよ、修理に出すよ、今日。あーめんどくせえ。ちょっとめんどくさいね。うわーへこむわ。電源周りやられたらもうアウトだもんね。まあちょうど2年使ってるからクリーニングとかに出すのに保証が効くと思うんだよね、多分。うわ、さすがにへこむわ。ついてないね、ちょっとね。帰ろ。ついてない。仕事道具だかんな。ちょっとへこむわ。SSD 乾燥とかできたらやっちゃおうかな。レッツノートできんのかな。ついてないね。多分ね、帰ってコンセント挿していけたらいけるけど、これはのりこと会議だわ。レッツノートが行ったか。まあ行ったな。ついてない。今は PC からスマホから、スマホレッツノート行ってるっつーの。レッツノートは死んだっつーの。うわマジか。携帯配信だよ。画質見たらわかるじゃん。あちゃんさんお疲れ様です。しかもね、写真もね、撮れなかった結局。だから2時間も無駄になった。2時間無駄になってパソコン壊れただけだった。ついてねえな。パソコン壊してさ、パソコンぶっ壊してあれだよ、映像も撮れなかったって、もう最悪だよね。何やってんだろう。クラウドファンディングはよくわかんないんだから、あれ制約しなかったらお金無駄になるんでしょう。しかもね、パソコンで編集やってたから、なんかそのパソコンとコンセントをつなぐジャックがあるんだけど、そこがグラグラになってたから多分ダメだね。終わったわ。死んだ。最悪だわ。マジでどうすっかなこれ。ぶつけたか、まあぶつけたかどうかわかんないな。ちょっと今日はそんなにぶつけたり落としたり
してないけど、いや、ガタが来てたんだと思うよ多分。結構俺はほら配信者だからパソコン超ヘビーに使うから、外に持ってったりとか、まあ電源周りやられたらアウトだよ。なんかおかしいなと思った、俺バッテリーの方だと思ったの。バッテリーのその電源流すボタン何回押してもプツって2秒後に切れるから、まあ家に行ってコンセントを挿してつなげられたら、あのバッテリー側の問題だから、それでも5万するバッテリーだから悔しいけど、何が原因なんだろう。まあ、壊れたものはしょうがないもんな、普通に使ってたのにな。あ、ついてねえわ。まあついてねえわ今日は。どうしようこれから。パソコンなくなったか。まさか想定外の事態だよ。想定外、マジか。どうしようこれから。ちょっとありえない現象が起きてるね。やばいよ。金魚姫さん、修理中に内外駅とか出ないか。出ないよ出ないよ、そこまでやんないよ。マジで困ったな、マジで困った。揉むわ。うわー、マジか。マジか。ピンチだな。デスクトップはもともと持ってないよ俺。デスクトップパソコンはもともと持ってない。死んだわ。そう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 。変なことになってきたね。ピンチだね。大ピンチだよ。大丈夫かこれ。まあ、とりあえず一服しよう。もうやだよ。スラタンだよ俺は。
っか。おはよう。パソコン壊れた、多分。いや、写真を撮ってたんだけど、それも中断になっちゃって、結局2時間寒い中立ってただけだったっていう悲しい現象ですよ。なんかついてねえなあ、頭痛くなってきた。ついてねえわ、悔しいぜ。ついてねえわ。いや、まだ2年しか使ってねえわ。あー悔しい、マジで。なんだよ、新しいパソコン買うどころの話じゃねえよな、本当に。どうしよう、ついてねえな。へこむわ。電源が入らなくなった。要は電源周りのなんか電池が切れるってなって、バッテリー持ってきたのね、外付けので。あれあれって、何回やっても電源切れるから給電ができない。だから給電ができないって感じだね、レッツノート。電源、超へこむわ。悔しいな。まあしょうがねえよな、悔やんでも。最悪。未だかつてないぐらいピンチを重なってますね、僕は。小野さん、ノートが修理に出すぐらいなら買う方がマシだしな。嘘、修理に出したら高い？え、嘘でしょ、30万もしたんだけど。まあ俺、のりこからのプレゼントだけど。はぁ、無理だよ、30万なんか出すの。メーカー保証とかついてないのかな。
嘘。彼女か。マジかよ。うわマジか。ああ。マジへこむわ。タバコ吸います。保証紙とか持ってる持ってる。マジか。最悪だわ。大ピンチです。小野さん、レッツは保証1年だから。保証1年だっけ。レッツ保証1年か、終わったかもしんない。神に愛されたリスナーさん、これを機にまずは和道さんに似合う PC は何か議論するべきですね。え、いくらだった？どうしよう。いくら？すげえ、人いっぱい集まってる。おばあちゃん集まってんだろ。 YTR ですけど何か。3初見です。ラジオ体操なんてやってるんですね。やってる中央公園で。3壊れた箇所やどの程度かによるけど8万とか17万とか書いてる人いるな。何それ。あもう最悪だわ。めちゃめちゃ人いるよ。
でこんなに人いるんだろう。毎朝集まってんのかな。すげえな。賢者モードなの。基本的にパナソニックは PC だけじゃなくて家電でも修理にめっちゃ金取る。本当に。あーもう金のことやだ。もうもうやだ。もうどうしよう。リスナーに直してもらおう。とりあえずのりこに相談するわ。保証とかどうだったか聞いてみる。あーマジか。だったら全然直せるけどノートは無理だな。 YTR ですけど何か3生きるってお金必要だろ。ノートは無理だよね。充電されればいいですけどね。つまり1963ハブ A 内さん、また引退するする詐欺すればいいじゃん。小賀さん、これを君デスクに。神に愛されたリスナーさん、和道作クラスが金で悩むってのはみんな見たくないですし、ガチャンさん、うん、とりあえずお家帰ろう。いやもう金のこと考えたくねえな。もう金で悩みたくねえ。小賀さん、お金は大事だけど全てじゃないよ。いやもう配信ができなくなるっていうその環境がストレスでしょうがないね。本当に。配信で承認欲求なんか満たされねえよ。ガチャンさん、まだわからない。充電できるかもしれない。うわ、ひらとみさん、また詐欺を考えてるのか。懲りないやつだな。おもさん、とりあえず配信するだけならマックがあるからできるじゃん。マック引っ張り出すか。いや違う、配信は携帯でできるからいいんだけど、あの YouTube の動画の編集から何からのそういう系の作業が一切できなくなるっていうのがやばい。問題ありだな、これは。いいね、ありがとうございます。
トムさん、老人相手に詐欺して逮捕されたんだからさ。海宝さん、修理の間は宅海さんにお願いしたらどう？何を匠さんにお願いすんの？木村トムさん、ちゃんと生かさないと。匠さんに放送やってっていうの？ワドツ、バトラッシュがレモン取った方がいいって。レモン？海宝さん、編集。なんか最近体調めっちゃ悪いんだよね。クマが抜けないし、のんちゃんにもなんか変だよって最近。クマが抜けてないし。木村トムさん。って言われる。500万あるから借りれば。編集たくみさんできないよ。たくみさんができる。たくみさん編集もともとやってないもん。たくみさんはアップロードしてるだけだよ。米油もいいらしい。着替えてパソコン。くっそ。木村トムさん、彼女に体売ってもらって稼いでお前ブロックな。天聖打天使ゆうかちんこさん、わずー、どうもこんにちは。アキエチさん、よく眠れてないの？いや、寝てるんだけどね、多分うまくいってないんだろうね。もう肩が痛いし、体調節々おかしいんだよね。なんか寝れてはいるんだけど、なんか顔色悪いのと体調がすげえ悪いのとメンタルがくっそもう良くない。病院行こうかな。またサロットさん DM に修理のパソコン屋さんを貼り付けておきました。ありがとうございます、サロットさん。あと、っていうか後で見るのも配信外で見ます。パソコンがないんで見れない。つれえ。もうやだ。まいったな。どうすっか。アキエチさん、リラックス環境が必要なやつだ。そうだね、ちょっと切羽詰まってるね、いろいろと。体よ、あちゃんさん、心配病院を行ってゆっくり休んだ方がいいかも。休んだ方がいいよね。ちょっともうここ半年ぐらいボロボロだよ俺。配信も純粋に楽しめてない部分あるし、ただいま、のんちゃん。のんちゃん大変、レッツノートが壊れた。電源がつかない。あれ保証ってあったっけ？ちょっと来て、のんちゃん。もうやだよ。なんかね、電源がつかなくなっちゃって、うん、グラグラするんだよね、根元が。コネクターっていうの、うん、いや修理ってあったっけ。でなんかリスナーさんが調べてくれたら17万とか書いてあるらしいの、うん、修理がパナソニックは高いよって。今月のアイテム収入でそこそこな PC 買えるんじゃない？買えないよ、買えないよ。今月いくらも稼いでねえぞ俺。シジクリ屋さん20万はあるでしょ。生活どうすんだよ。家族暮らしじゃないんだから。ここの部分がイカれてんの。ここの電源コネクターの部分。おはよう。このさ、電源、バッテリー切れるし。
いやだから今のりこと相談する。のんちゃん起きて、ちょっと来て。このさ、ここあるじゃん、ここに刺すの電源を、ここにこうやって、これがグラ、ほらグラ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 すんの、これだよね、のんちゃん原因。あーマジでへこむわ、どうしよう。おはようサソリン。金魚姫さん、中で折れてるのかな。秋月圭介アット詐欺師さん、20万ないです、ブロックです。また嘘つくの。エールさん、嘘なんかついてねえよ。平気じゃない。シジクリアさん、稼ぎないって。わからないけど、和道は月に30万は、30万も稼いでねえよ。気をつければ、嘘をつくなよ本当に。入るでしょ。これはかわいそう。何かわいそうって、お前もブロックなじゃん。俺が何したんだよ、なんでブロック入れたらいけねえんだよ。あれ、ん、電源ついた。サソリン機材は大手アットバイブさん、同じ型番号。充電されてるってことだよね、ここの明かりついたってことは。秋江さん、いや、PC。 違う、バッテリーの方が壊れたってこと？なんだこれ。え、これ充電されてるってこと？え？じゃあバッテリーが壊れたってこと？あ、助かったかもしんねえ。バッテリーされてる？え、じゃあこっちが壊れたの？バッテリー側じゃない。シジクリアさん、マックあるんじゃないの。ほぼさん、中のバッテリーじゃない。バッテリーか。あ、バッテリーだとされない。バッテリーが壊れてるわ。え、それはそれで困るんだけど、こっち側が壊れたっぽい。こっちが壊れたの、こっちっぽいわ、壊れたの。え、そういうこと？え、何で試せばいいんだ？え、なんでこっち壊れたんだ、じゃあ。秋江さん、PC よりはいい。金魚姫さん、バッテリーが充電されてないとかは？おぼさん、アンカーは結構いいけどな。シジクリアさん、月いくらくらいアイテム収入あるんですか？なんであなたに僕の収入を話さないといけないんですか？え、でもこのグラグラって怖いよね、このグラグラ。これ。これ。まあでもバッテリーだったらまだなんとか。これ5万。これ5万。え、なんでこいつがイカれたんだ。エールさん、A バッテリー高。ヒデタンさん、ちょっと怖いね。金魚姫さん、そのグラグラは気になる。ほぼさん、普通は。でもパソコンは使えるっぽいね、ちょっと。あ、パソコンはついたわ。パソコンついた。だから、まだ大丈夫だけど、ちょっとこのグラグラはなんか気になるね。大丈夫、給電はされてる。行かれたのバッテリーの方だ。あ、よかった、よかった。とりあえず最悪の事態は回避できた。あ、よかった、ついたついた。パソコンついたわ。パソコンついた。あ、よかったよかった。とりあえず最悪の事態は回避できた。あ、よかった。これなかったら仕事になんねえもん。パソコン大丈夫だ、のんちゃん。うん。でもさ、のんちゃん、あれがあったよね。なんだっけ。ちょっと待って。なんだっけ、なんて言うんだっけ。あれ、なんだっけ。なんか、1週間、クリーニング無料期間みたいなのなかったっけ、レッツノートって。わかんない。店で買ったこれ。ネット。なんかね、パナソニックって確か無料期間があるんだよ、クリーニングの。
それ入った保険みたいな。あまり動かさないで使った方がいいよね。入ってると思う。え、ちょっと待って、ってことはバッテリーがどうするかだよこいつ。やったよかったですね。弟子さん、よく物が壊れて困る。困る困る。よかった、ありがとう。いいね、ありがとう。今2年目かな、これ2年だよね。いつだっけこれ買ってくれたの。エールさん、バッテリー高いな。え、どんぐらいだっけ、忘れちゃった。忘れちゃった。レッツノートの箱どこだ。これね、一回見てもらった方がいいと思うの。でもレッツノート、うん、その無料期間があったら。このね、グラグラはちょっと怖い。ここはグラ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 するんだよね。ここのグラグラ危ないよね、ちょっと。これこの遊びっていうかグラグラ、これ仕様じゃないもんな多分。で問題はこっちの、何でこれやればいいんだろう。コンセント、これのコンセント、何があるかな。コンセントで挿す家電、なんでこれつかねえんだ。バッテリー、金魚姫さん、あんまりグラグラさせないで。ちょっと一回見てもらった方がいいよね、レッツノートね。一回見てもらった方がいいよね絶対。あ、パソコンが無事なのはまずいいとしても、この5万の、完全に壊れる前に修理してもらった。だよねだよね。あー、よかった。マジでもうほんと絶望だった。活動ができなくなるのが一番痛いかな。なんでだこれがつかねえのは。ドライヤー、ドライヤー使ってみる。ドライヤーちょっと持ってきて。うん、一度見てもらおう。のんちゃん、これネットで買ったの？その家電屋さんじゃないの？うん、その場合ってどうやってやればいいんだろう。え、外配信で使うからなってるね。ちょっとドライヤーがつくか。はい。ん？かし？何やってんの？ドライヤーがつかないからバッテリーだわ。ダメだもんね、うん、つかない、回らない。要はバッテリーの方がイカれてる。うん、完全につかない。このコンセントタイプなの、これ。コンセントもいけますってのが売りなの。なんで？このコンセントのとこが壊れちゃったの。でもしばらく使ってねえぞこれ。え、アンカーって保証あったっけ。アンカーどうなんだ。アンカーってアキエチさん、バッテリー何年。バッテリーか、使えるもんね。おばさん、アンカーは中国製だからない。アンカー保証ないの。5万だぜ。どうしよう。マジでアンカーないの保証。ちょっと待ってよ、まあ、マジでアンカー保証ない。だったらこれ全然使ってないよアンカー。ちょっと今調べるわ。アンカー、ちょっとパソコン配信に切り替えていい一回。あ、でも一旦セーフだね。ありがとう、みんな心配してくれて。ちょっと一回パソコン配信に切り替えて、いろいろ調べ物とちょっといろいろ考えた方がいいな、マジで。ちょっと今後の機械のこととか考えないとダメだ。いろいろ劣化してきてる。それも調べる。パソコン配信で一回調べない。ちょっとパソコンの方に切り替えるわ。ちょっとあの携帯配信切る。おばさん、18ヶ月保証あるって書いてあったわ。書いてあった？あ、よかったよかった。これアマゾンで買った場合どうすればいいんだろう。あー、よかった。でもセーフだよ。ほんと命拾いだよ、命拾い。よかった。
うわー絶望的だったわ。アマゾンで買った場合はアマゾンの保証書が必要。アマゾンの保証書？ちょっとじゃあ一回パソコン配信に切り替えるんで、そっちが集合でお願いします。パソコン配信あの切り替えます。一旦 OK ですか。ちょっとパソコンついたんで、あーマジでよかったけど外配信パソコンでできねえじゃん。なんだこれ。OK、はい、じゃあ次よくいきます。